ピとまた折る。大成功。とんでもない秘訣。今季は2月に腰を負傷。リーグ戦19試合の出場で3得点4アシストにとどまった。ブライトンは今季リーグ戦こそ主力の故障が相次いで11位に終わったが、昨季はクラブ最高の6位に食い込み、今季欧州リーグでは16強入りを果たした。アウェイなど、遠征でのラゲージのこだわりにも言及した。荷物が少ないタイプではない。たくさん持っていく。一泊でも二泊用の下着を持っていく。心配性なタイプ。パッキングについては、アウェイで遠征に行くときは、ご飯を持っていく。まずは食材を入れる。コンディション面のところをパッキングしていくと明かした。必ず荷物に入れているものは水。現地で変わったりするのでと語った。オフの時間は体を休めることを重要視している。外に散歩しに行ったり、家でサッカーを見たりしている。日本人が出ている試合を見たり、チャンピオンズリーグも見るとリラックスした表情で話した。旅行ではなく、仕事なのですから納得ですよね。プレイだけに集中するには、できるだけ普段と変わらない生活にすることが大切なのかな、と思います。このような細部に慎重なところがあるので、三笘選手は本業のサッカーについても、細かく技術が高い自身のプレーに繋がっているものだと思います。こういう先を読む何かに備えることで、プレーに集中できるのでしょうね。天皇杯、三笘が予言した通りの試合展開になったな。将来は監督、コーチとしても成功するかもしれん。持ってくパンツの数なんかがニュースになるんですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。